ピックレト・アミロフはアゼルバイジャンの作曲家。日本語ではアミーロフとも呼ばれる。アゼルバイジャンのギャンジャ出身。民謡に溢れた環境で育つ。父親のメシディジャミル・アミロフは、主者出身の有名なハナンデでタールの作曲家、演奏家であった。子供の頃よりピアノ曲の作曲をはじめ、ギャンジャの音楽学校を卒業した後、バクー音楽院に入り、 ボリス・ザイドマン、ウゼール・ハジベヨフに作曲を指示する傍ら、民族音楽の研究にも携わる。1941年、第二次世界大戦の勃発で徴兵され、音楽院での研究は中断された。ボロネジ近郊で負傷し入院した。やがて兵器から復員し音楽院での研究を再開するために、幕府に戻った。アミロフの音楽は、 アゼルバイジャン民謡に強く影響されており、公共的ムガームという新たなジャンルを作り出した。公共的ムガームは古典的な民謡に基づいており、レオポルド・ストコフスキー式のヒューストン公共楽団など、世界中の多くのオーケストラで演奏された。1965年にソ連人民芸術家の称号を受け、1949年と1980年には、 ソビエト連邦国家賞を受賞している。1984年に、バク風にて死去。多作家で、有名な作品には、公共的ムガームのシュールや、クルドアフシャリの他に、アゼルバイジャン起草曲、バヤーティシラーズの花のには、大祖国戦争の英雄の思い出に、減額のための公共曲にザーミーの追悼のために、マイナス、公共曲にザーミー、 バイオリンピアノのための二重競争曲などがある。バレエには、ニザーミー、千代人よ物語に題材を取った、千代人よ物語があり、オペラには、セビルがある。さらに、バラード、アシュングの歌、ノクターン、ユーモレスク、感傷的なダンス、バルツ、コモリ歌、トッカータなどの作品がある。また、映画音楽も多数作曲した。ありがとうございます。